フィンランドの首相一覧。本校では、1917年に、フィンランドで首相職が設置されて、以来の歴代首相の一覧を示す。1918年、フィンランド元老院は国家評議会へと変わり、元老院経済部門副議長の地位は、首相のそれへと変わった。ヘルシンキのメーラハティ地区に位置するケサランタ・キースランタは、1919年以降、 フィンランドの首相官邸とされた。独立以来、フィンランドでは、現内閣を含めて73の内閣が成立した。最長の内閣は、パーボリッポーネン首相の2つの内閣で、いずれも1464日間続いた。1980年代以前、政治的に最も重要なポストは大統領であった。大統領は、希望すれば、いつでも新内閣を組織する権利を有しており、 内閣は、短命傾向であった。1980年代以降、内閣が任期を全うする傾向が強まり、首相が大統領よりも強力な存在となった。現行憲法の下では、首相を選ぶのは議会であって、大統領は首相を任命するに過ぎない。ウィキメディアコモンズには、フィンランドの首相に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。